ゃんと動画を撮った上でそれを送って、私はヨッシャーです。朝起きれないし、出席取れれば会員来るんで、うん、ツイッター募集をかけまして、はい、でツイキャスでこんなサークルですよってサークル紹介を、試験時間中に LINE の通知画面とか開いてた場合もカンニングと取られる、はい、毎回提出フォームに第三者の文章を借りた場合は退学処分する。どうぞ、始まりました、もちチャンネルです。今回はですね、はい、大所帯誰ですか、学生注目私誠先生が自己紹介させていただきます。評価県立東有馬高等学校出身、現在早稲田大学スポーツ学部スポーツ学科2年、並びにザ・早稲田ガーディアンに教した花野第85期生館長を進めさせていただきます、なお中野智恵と申します。以後未勝挙、よし、わからなかった花野っていうのは何、その花野刑事みたいな、何で誰だかは結局わからなかったなお中野智恵と申します。囲碁未勝挙、中野大江のなんかそういう感じの中野智恵と申します、よろしくお願いします。そして柏原さやこです。ガーディアンです。ガーディアン、ガーディアンっていう早稲田のサークルです、うん、あ、何を守るんですか確かにガーディアンっていうのはイギリスのね、はい、新聞の名前をあやかってザ・早稲田ガーディアンっていう、あやかっても完全パクってる完全同じ名前そして後ろの広告部長の三須洋平です。早稲田魂を作ってるってことですか、ね、はい、受験生応援雑誌を、それを私たちっていうガーディアン、早稲田ガーディアンが発行してるんですよ。そういうことなんですね、はい、はい、おぎままこっち触れないんですか早稲田合格塾ですね、平さんのいつも広告出していただいて、はい、平さんがいなかったらこの早稲田魂作れないので、毎年。なるほど、本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあカットしてきますそんな皆さんなんですけども、最近質問が結構来てたりするんですけど、うちのチャンネルに、はい、今早稲田リモートでもう行くのやめようかなみたいなのがかなり来てるんですけど、慶応に変えようみたいなのが来てるんですが、そのこんとこどうなのっていうのをね、ちょっと知りたいんですけど。全部リモートなんですよね、だってね。そうですね、今全部リモートで、まあ私さっき自己紹介させていただいたんですけど、スポーツ科学部に所属しておりまして、まあスポーツ科学部なんで必修でちゃんと体育みたいなスポーツを実践する授業があるんですけどうん、うん事実そのスポーツもできないので、集まれないのでできないので、はい、家でちゃんとその技術を教えながら家でちゃんと練習してねっていう形を取らせていただいております、家でやってるんですか。そうです。どうするの、柔道とか。あ、柔道はちょっと取ってないんで分かんないんですけど例えば自分取ってる授業はレジスタンストレーニングっていう、まあ言うなれば簡単に言うと筋トレみたいな感じなんで、まあ、その筋トレの正しいフォームを動画を参照したりとか、貼ったりとかして、それを見た上でちゃんとトレーニング積んで実施報告書っていうのを書いてねっていう感じで、単位が来るって感じですね。報告書、自分がやってる動画とかを送んなくて。あ、そうです。テストではちゃんと動画を撮った上でそれを送って、先生がそれで採点するみたいな。スクワット見てとか。あ、そうです。普通の授業はどうなんですか。私法学部なんですけど、はい、もう全部動画ですね。動画、はい、ヌードルっていう早稲田のサイトの。ヌードル、ヌードル、メンじゃないです。オンライン授業とか、あと出席管理とかサイトがあるんですけど、はい、それに毎週貼り付けられて、はいはい、でその動画を見てレビューシートを書いて出席になるっていうのが多いですね。そういう感じなんですね、はい、何書くの、意義ありとかですか。いや、なんかもう授業を見てここが感慨深かったですみたいな。感慨何やってんすか。僕教育学部で、ああ教育、本当に同じように動画見て、はい、そのレビューシート感想とか。ズームみたいなのはやってない。法学部はリアルタイムがなくて、全部もともと撮影された動画を見てって感じだったんですけど、おうおう、他の授業だったら、まあ、ズームでその10人ぐらい集まってその中でディスカッションするとかあるんです、ね、やってる授業はありました。ただ法学部の授業自体はすごい大人数なので、ズームとかできないので。授業やりませんよっていう通知が来たわけですよね。そうです、そうです。いつ頃来たんですか。3月の下旬ぐらいに。あ、もう3月の下旬ね。メールで来まして、多分2月ぐらいにその授業の開始時期が遅らせるっていうのはあったんですけど、はい、でそのまま3月の下旬ぐらいにオンライン授業で5月11日から始めますっていうのが来て、はい、5月からだったんですね、はい、始まりは。どうだったんですか、それ聞いて。よっしゃーってなったのか。私はよっしゃーです。あ、
なんで朝起きれないし、ああなるほど、1限2限3限も行けなかったんで、もう起きれなくて、なるほど、家でも夜映画見る感覚で授業見ていたりして、すごい楽です。どうなんですか、バンカラは。まあ私はこの見た目通り、はい、そのズボラな人間なんで、うん、1年の時、まあ、単位が全然取れなくて、うん、まあ、留年の危機に瀕してたんですけど、今回のオンライン授業で出席自体はすごい取れたので、スポーツ科学部結構出席取れれば単位来るんで、うん、言っちゃってるけど、まあなるほど出席が重要ってことなので、なので、まあ今回結構単位稼がせてもらった。良かったですか。そうですね、まあ僕も語学落としちゃってて、はいはい、語学って大体一限とかにあるんですけど、はい、まあ、それがリアルタイムじゃなくて、うん、そのオンデマンドでビデオ見る形式だったので、はい、そういうのとか、まあ、いい面もたくさんありましたね。早稲田生は起きれない、はい、悪い面もあったってことですか。でもやっぱりサークルとか友達に会えないとか、まあ、そうですね、まあ、そういうの本当にきつかったし、やっぱ春なんで外出たくなるんですけど、はい、あ、基本飲むことが大学生活ですからねそうですね、そうでサークルできないわけじゃないですか。ってことは新刊とかどうなんですか。どうやって選ぶの、オンライン。そうですね、オンラインで全てやりました。ツイッター等で募集をかけまして、はいはいはい、でツイキャスでこんなサークルですっていうサークル紹介を行った上で投稿してくれたら直接 DM 送ったり、今で15人ぐらい新入生は入ってます。ツイキャスどれぐらいの人が見てたんですか。あ、でも最初は結構10人とか見てたんですけど、はいはい、毎週やってたんですけど、はい、途中からもう全然来なくて1人2人とか新刊やったんですよ。オンラインでやったんですけど、いつも通りの新刊はやってない、はい、新入生一生瓶飲むとかですね。一生瓶こうやってあーみたいなやるとか、ね、そういうのはできなかった。それはできなかった。家飲み感覚でやってないんですよ。ズームのリンク送って、うん、私毎週火曜日活動してるんですけど、リモートコンパっていう形で、リモコン、はい、リモコンですやりました。酔い潰れさせるんですか、新入生。いや、全然しないです、そんなことしないです。なんかやっぱ高校生とかは課題が多すぎてやばいって言ってる人たち多いんですけど、うんうん、大学もどうなんですか。実際リモートに変わってから評価する基準が出席っていうところが薄くなっちゃったんで、はいはいはい、だから提出物が増えたっていう実感はまあ私自身はあります。辛いですか、みんな。まあレビューシート毎回書かなきゃいけないので、どうせコピペでしょ、レビューシート同じコピペに厳しいんですよ。コピペに厳しい、あ、バレちゃうんですね、す同じだぞって。なんか毎回提出フォームに第三者の文章を借りた場合は大学処分するって毎回出てくるので、毎回脅されるんですよね。すげえ感慨深い、感銘を受けたって書いてるだけでしょ考えさせられます。テストはどうなんですか。でも法学部はその毎回の出席は関係ないけど、もう最後のテストの結果だけで判断するっていう方針らしくて、これが早稲田毎回の出席関係ないのに、うん、毎回レビューシート書かせられてレポートも課された上に最後のテストもあったので、なるほど、もうなんか二重苦だったんですよ今回の学部は。テスト家で受けるんですか。そうです。同じ時間。同じ時間です。なるほど。なんかその時間になったら問題が出されて、はい、でそれについて家で書いて、でワードのファイルを時間内に提出するっていう。協力してなんか何人かいたりとかじゃないの。それもダメなんですよ。なんか画面つけたままテストっていうのもあったので、はいはいはい、そのカンニングができないような。法学部からメール来たのが、試験時間中に LINE の通知画面とか開いてた場合もカンニングと取られるので閉じてくださいみたいなのも来て、ネットハッキングされてんのかなって思って。ああ、なるほどなるほど、うん、次回はですね、これからどうなっていくのかっていうのね、早稲田いろいろ発表があったと思うんで、その辺のことを聞いていきたいんですが、その前に、ね、皆さんガーディアンズだから、ガーディアンズじゃないギャラクシーのね、どういうサークルなのかっていうのを10万人のチャンネルでありがとうございます。ちょっと言わせていただきます、はい、私幹事長してるので。幹事長っていうのはサークルの長のことなんですね。そうですね、トップです。トップです。まあ、うちのサークルはですね、なんといっても一番歴史があるというところになります。今年で86年目を迎えさせていただきました。わかんない、どれぐらいの長さかがわからない1936年にうちのサークルが、はい、本当戦前から早稲田が1882年だから、まあ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 それと比べるべきじゃなかった。そうですね。で1936年か。サークルができた由来といいますのが、はい、戦前なんで結構出版物が検閲をされてました、はい、なので英語で文章を書くことによってその検閲を免れようとしたの、はいはいはい、内容としては英語を知ってる人すなわち知識人なので、うん、知識人たちに今の現状であったりとか正しい知識をどんどん広めていこうという活動をうちのサークルは始めました。なるほど。なので1936年からそういう英字新聞を作るサークルとして早稲田大学英字新聞会という
名前で活動しました、最初は。先ほど見ましたように、イギリスにあるガーディアンっていう、英字新聞。そう、英字新聞の名前を借りて、ザ・ワスダ・ガーディアンという名前も、はい、まあ、加えて。無許可でしょ、でも。借りて。まあ、無許可です。時効なんで。時効。で、まあ、ただいまの活動としましては、その英字新聞も作ってますし、この早稲田魂も作ってます、うん。じゃあみんな英語ペラペラということで。そうですね。じゃあサークルご紹介を英語でお願いします。Thank you! ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching! バイバイ。バイバイ。